関東、この試合の模様をお送りいたします。京都の先発は左の西村、関東の先発は右の酒井、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。左の西村、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。まずは1回の表、トップバッターは飛田、背番号8。第9投げた、初球を打ちました。ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります。ボールが点々と転がっている。打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、中継。打ったバッターは3塁へ向かう。飛田スリーベース、京都先制のピンチを迎えます。さあ、リプレイです。バッターは2番成井、京都いきなりピンチを迎えています。第1初球打ち、三塁ランナーホームに突っ込む、破った。関東まずは1点先制、1対0成井タイムリーヒット。さあ、これでノーアウトランナー1塁。こちらが先ほどの先制のシーンです。左バッターボックスは3番坂本、第9投げた、ボール。背番号7、投球これから2球目、チェンジアップはボール。第3球、高め際どい、ボール。投球これから4球目、打って出ました、破った。ライトからサードへ、坂本ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。ノーアウトランナー1塁2塁となりまして、高橋投げた、2球目空振り。投球は3球目、投げました、アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、インコース低め空振り。投げました、打った、セカンドゴロ、ゲッツーコースだ。2塁ランナー3塁へ向かう、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー。京都なおもピンチが続きます。右のバッターボックスは5番越後、打ちました。第2球空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、打った、左中間へ持っていきましたが、取ってこれで3アウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、京都先制点を奪われています。右の酒井、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、京都攻撃に入ります。先頭バッターは金本、第9、第2球投げた、これも空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました。ご注意ください。第4球は低め際どい、ボール。さあ、投球は5球目、投げた、外れた、ボール。さあ、6球目、打った、引っ張った、切れていきます、ファール。第7球を投げた、打った、越後掴んだ、越後そのままベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番三谷、第9投げた、初球を打った、ショート右の当たり、ショートから1塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番澤田、第9初球引っ張った、右へ打っていったが、これは切れてファール、ストライク。第3球を投げました、チェンジアップはボール、低め。次は4球目、投げました、インコース、ボール。さあ、5球目、打ちました。第6球を投げました、打った、流し打ち、三塁線フェアだ。澤田二塁も狙う、ランナー二塁でストップ、澤田ツーベース、京都同点のチャンスを迎えます。バッターは4番藤本、京都一打同点のチャンス。第9見送ってボール。第2球投げました、引っ張った、レフト方向へ持っていきましたが、レフト下がった、ヒット、中継。京都追いつ
藤本タイムリーツーベース。京都なおもチャンスが続きます。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で長谷川第1球インコース高めストライク。第2球投げました。流し打ち、どうだ、ファウル。第3球を投げた、一つ外してボール。第4球を投げた、スライダーボール、インローへ。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、打ちました、ファーストの右、ファースト。これは守備範囲内、越後自らベースを踏んで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。1回が終了しまして1対1、京都この回1点返して同点としています。2回の表、関東攻撃に入ります。トップバッターは小島。第9投げた、真ん中にストライク。投球これから2球目、打ちました、ファール。第3球を投げました、打った。第4球を投げました、打ちました。投球これから5球目、打ちました。さあ6球目、スライダーボール。投球これから7球目、ボール。投げました、ボール。第9球を投げました、打った、強い当たり、入れば勝ち越しだ。さらに伸びていく、センター見送った、ホームラン。ソロホームラン、白球は無情にもスタンドへ。小島一振りで勝ち越し。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは7番熊谷。第9球投げました、外れた、ボール。投球これから2球目、打ちました、フラフラっと上がった。清水余裕があります。三塁キャンパス手前、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番市川。第9球投げた、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、チェンジアップ決まってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げた、ボール。第5球投げた、内角際どい球、ボール。第6球を投げました、打ったに当たりだ、抜けた。市川、いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー酒井。投げました、初球バント、ボールを取る、一塁送球、三谷取ってアウト、ランナー二塁に進みました。ツーアウトランナー二塁に変わります。打順はトップに帰って飛田、今日早くも2回目のバッターボックス、切れていきます、ファール、打った、アウト。投球はこれから3球目、低め外れてボール。投球これから4球目、外角外れてボール。第5球投げました、打ちました。さあ6球目、打ちました、さあ7球目、打ちました、これは平凡なレフトフライ、取りました。これで3アウト。2回の表が終わって2対1、西村この回さらに1点を失いました。2回の裏、京都攻撃に入ります。この回のトップバッターは服部、ボール。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、見送ってボール。次が4球目、投げた、打ちました、引っ掛けた、内野ゴロ、高橋ボールを掴んだ、アウトです、1塁はアウト。
これでワンアウトランナーはありません。バッターは7番奥井。第9球投げた、1球目ストレート空振り。初球空振りから投げた外、スライダーは外れてボール。投球は3球目投げたボール。第4球を投げた、インロー空振り。次は5球目外れたボール。第6球は打った。第7球を投げました、打った、痛烈な当たり、センターへ上がった、センターバックしていった、これはヒットになります。中継奥井、ツーベースヒット、京都同点のチャンスを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは清水。京都一打同点の場面を迎えています。打ちました、ファールボール、打った、引っ張った、左に打っていったがこれは切れてファール、投げました、ボール。第4球を投げました、スライダーボール。さあ5球目見送ってボール。投球はこれから6球目、引っ張った、三遊間、二塁ランナー三塁へ抜けた、レフトバックホーム、清水ナイスバッティングです。京都なおもチャンスが続いています。さあチャンスが広がって西村。第2球投げました、ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました、タッチセーフ。第3球を投げました、低めの球空振り。次は4球目投げた、インコース高め、ストレートは外れてボール。さあ投球は5球目投げた、5球目空振り、投げた、打ちました、ファール。第7球を投げた、打った、投げた、三振。リプレイをご覧ください。バッターはトップに帰って金本、今日早くも2回目のバッターボックス。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球初球空振り、1球目空振りから。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました。第4球を投げました、打ちました、ファールボール。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ。さあ投球は5球目投げました、打った、切れていきます、ファール。第6球を投げました、外れた、ボール。一塁へ牽制球を送ります、タッチセーフ。坂井ランナーの動きを警戒しています、打ちました。金本追い込まれていますがファールで粘っています、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。中継、京都同点2対2、金本タイムリー、京都なおもチャンスが続きます。同点の場面映像でご覧いただきましょう。右バッターボックスは2番三谷、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れて、初球引っ張った、ファール。第2球投げた、打ちました、これは内野ゴロ、ショートこれは守備範囲内、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。2回の裏が終わりまして2対2京都、この回1点返して同点としています。関東この回は2番からの高打順、先頭バッターは鳴る。第9球投げた、打ちました、引っ掛けた、セカンド左横のフライになりました、掴みました、これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスは3番坂本。第9球初球から打ってった、清水バックしていった、落ちました、ヒット、坂本いいバッティングを見せました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは4番高橋、チェンジアップはボール。投げた、2球目ストライク、一塁ランナー出た、打った、フラフラっと上がった打球はファーストフライ、取りました、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは5番越後、第1打席はレフトフライに倒れています、ボール。投球これから2球目、ジャストミート、抜けた、中継、越後ナイスバッティングです。京都ピンチを迎えます。先ほどホームランを放った小島、京都一打負け越しのピンチを迎えています。第9
第2球投げた、見送ってボール。第3球は打った、レフト線ぐっと打球が上がっていきますが、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。西村、ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって2対2です。京都、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは澤田、内角低めボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げました、ボール。さあ4球目、アウトロー空振り。投球これから5球目、打ちました、セカンド右横のフライになりました。掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番藤本、第1球投げました、ボール。第2球打った、ファール。十分ご注意ください。投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。藤本、いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。バッターは5番長谷川、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げました、第2球投げた、内角直球は外れても、第3球、3球目空振り。第4球を投げた、4球目空振り。次は5球目投げた、打ちました、スタンドに入りました、ファール。さあ6球目打ちました、打球は右中間に上がっている、取りました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは6番パットリ、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球、さあ次の投球、投げた、打った、一二塁間のゴロ、破ったライトからサードへ、服部ナイスバッティングです。京都勝ち越しのチャンスを迎えます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは奥井、京都1打勝ち越しの場面を迎えています。投げた、ストライク。第2球、変化球ストライク、インコースへ、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、見送ってボール。投球これから4球目、打ちました、ファースト左、ファーストこれは守備範囲内、酒井取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。京都結局ランナー2人残塁、3回まで終了しまして2対2です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは熊谷、第1打席はサードフライに倒れています。第1球、第2球投げました、見送ってストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、ボール、外へ。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、低め外れてボール。投げました、打ちました、いい当たり、一二塁間の当たり、抜いていった、熊谷いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。リプレイをご覧ください。バッターは8番市川、第1球外れた、ボール。第2球投げた、これがショーフライになって掴みました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。背番号15、第1球投げた、初球打ち流した、打球はレフトの左へ、アルボール。第2球ボール、投げた、スライダーはストライク、追い込んでいます。京都内野陣はゲッツー体勢。さあ4球目、見送ってボール。第5球投げた、インコースのボール左へ、
切れていきます。ファール、くれぐれもご注意ください。投げた、打ちました、内野ゴロ、清水取った、一塁送球、アウト。京都ピンチを迎えます。打順は1番に帰って飛田、京都一打負け越しのピンチを迎えています。第1球、第2球、投げました、インローへ、変化球外れたボール。第3球を投げました、低め、チェンジアップ外れたボール。第4球はスライダー、空振り。次は5球目、流し打ち、抜いていった、中継、飛田ナイスバッティングです。京都なおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。バッターは2番ナイ、京都一打負け越しのピンチを迎えています。第1球、投球これから2球目、ボール。投球はこれから3球目、ストライク、インコース厳しいところ、追い込んでから。第4球を投げました、打った、流し打ち、サードこれは守備範囲内、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。西村、ツーアウト一塁三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって2対2です。酒井降板、マウンド上ピッチャーは畑中、関東これでベンチ入りピッチャーを全て使い切りました。まずは立ち上がりに注目しましょう。4回の裏、今日の攻撃に入ります。先頭バッターは清水、投げました、初球空振り、第2球、投げました、インロー際どい球、ボール。第3球を投げた、カーブはボール。第4球を投げた、流し打ち、どうだ、スタンドに入りました、ファール。次は5球目、打ちました、第6球を投げた、打った、1、2塁歓迎、小島ボールを取る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー西村、第1球投げた、ボール。第2球投げた、打ちました、ファール。第3球を投げました、打ちました、さあ4球目、ボール。第5球投げました、打った、ファールボール。投球はこれから6球目、外れた、ボール。さあ7球目、投げました、打った、いい当たりだ、抜けた、西村いいバッティングを見せました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打順はトップに帰って金本、まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、投げました、ストレートはボール。第2球、ボール。第3球を投げました、流し打ち、ファーストの右、ゲッツーコースター、越後掴んだ、セカンドフォースアウト、ショートから一塁送球、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。4回までが終了しまして2対2、現在同点です。関東この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番坂本、打ちました、初球打ち、ボテボテのショートゴロ、藤本ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番高橋、今日はセカンドへの併殺打と、ファーストフライ、第9球、ツーシームはボール。さあ次の投球、投げた、打った、流し打ち、ファースト右へのゴロ、パッとり取った、パッとりそのままベースに入ってツーアウト。右バッターボックスは越後、これが3度目のバッターボックス、投げた、チェンジアップ見送ってストライク。さあ次の投球、投げた、ストライク、アウトコース厳しい球でした、これで追い込みました。投球はこれから3球目、流し打ち、どうだ、ファールボール。第4球を投げた、速球低め、ボール。第5球、ボール。第6球は打ちました、
抜けた。越後ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから勝ち越しのランナーが出ました。先ほどのプレーです。右バッターボックスは6番小島、今日3打席目。第1球投げました。初球外れてボール。さあ次の投球投げました。ストレート空振り。第3球は3球目空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。サード後方のフライ。清水交代。掴んでこれで3アウトになります。関東ファーストランナー残塁。5回の表が終わって2対2です。京都この回は上位打線から始まります。トップバッターは三谷。見送ってストライク。第2球打ちました。ファール。第3球を投げました。外高めの速球はボール。次が4球目。投げた。打った。さあ5球目。空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは3番澤田。これが3度目のバッターボックス。初球引っ張った。切れていきます。ファール。第2球投げた。内角高め。ツーシームは外れてボール。第3球を投げた。インコース引っ張った。これは左に切れていきます。第4球を投げた。打ちました。ご注意ください。投球これから5球目。打ちました。ファースト前方のフライになりました。取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは4番藤本。インハイボール。第2球投げた。2球目空振り。第3球を投げました。空振り。バッター追い込まれました。さあ4球目。チェンジアップはボール。インコース高め。投球これから5球目。見送ってボール。投球はこれから6球目。高めボール球打った。ライト方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウト。チェンジ。京都結局この回3人で攻撃が終わっています。前半が終わりまして2対2です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは熊谷。打ちました。初球ファールから第2球投げました。ボール。投球は3球目。投げました。3球目空振り。追い込んでいます。追い込んで第4球を投げました。ボール。投球これから5球目。打った。左へどんどん切れていきます。ファールボール。投げました。ボール。第7球を投げた。打ちました。奥井落下点に入った。ファールグラウンド。ボールアウト。ランナーはありません。バッターは8番市川。第9球初球を打ちました。服部ボールを取る。一塁送球。西村取ってアウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターはピッチャー畑中。投げた。初球流し打ち。ファール。ご注意ください。投球これから2球目。チェンジアップはボール。第3球を投げた。スライダーはボール。次が4球目。投げた。打った。ファースト前方のフライになりました。取りました。これで3アウト。京都後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって2対2です。6回の裏京都攻撃に入ります。この回のトップバッターは初球打った。抜けた。長谷川いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。さあリプレイです。右バッターボックスは6番パットリ。第9球初球送ってきました。掴んだ。ピッチャーから一塁送球アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。京都勝ち越しのチャンスを迎えます。バッターは7番奥井。京都一打勝ち越しのチャンス。第2球投げた。アウトコースいっぱい。ストライク。投球はこれから3球目。ボール。第4球を投げました。決まってストライク。
投球これから5球目外れたボール第6球を投げました打ちましたこれはショート正面二塁ランナー三塁へ向かうアウト京都なおもチャンスが続いていますバッターは8番清水京都一打勝ち越しの場面を迎えています投げました見送ってボール第2球投げました打った左中間のフライ取ってアウトスリーアウトチェンジでは改めてリプレイをご覧いただきたいと思います京都得点圏にランナーを送りましたが勝ち越しはなりませんでした中盤試合は終盤7回に入りますトップバッターは飛田今日はここまで3打数2安打第9球初球を打った清水掴んだ一塁へ送るアウトこれでワンアウトランナーはありません左バッターボックスは2番第9球初球から打ってったピッチャーライナーこれで2アウトランナーありませんバッターは3番坂本今日4度目のバッターボックス第9球ボール投球これから2球目打ちましたファールボール第3球を投げました見送ってストライク第4球を投げた打ちましたライトへの打球掴んでこれで3アウトになります満員の甲子園スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました西村に代わりまして第9投げたインコース外れてボールさあ次の投球投げた2球目ストライク第3球3球目空振りバッター追い込まれました次が4球目投げたボール投球これから5球目打ちました高橋下がっていったファールグラウンドで取りましたこれでワンアウトランナーはありませんバッターはトップに帰って金本今日はここまで3打数1安打第9球初球空振りから投げた打った飛田余裕がありますセンターフライ飛距離は出ていますつかみましたこれで2アウトランナーありませんバッターは2番三谷これが4度目のバッターボックスチェンジアップはボール第2球投げましたボール第3球を投げました打ちましたライトの右にボールが上がっている取ってこれで3アウトチェンジ京都三者凡退に倒れました7回の裏が終わりまして2対2です。西村降板マウンドに上がったのは中崎京都これです8回の表関東攻撃に入りますこの回の先頭バッターは高橋第9球投球これから2球目ボール第3球を投げました打った切れていきますファール次が4球目投げました打ちましたショートの頭上フラフラっと上がっている取りましたこれでワンアウトランナーはありませんバッターは5番越後今日はここまで3打数2安打ボール第2球投げました外れたボール第3球を投げた打ちましたファール投げた打ちました抜けた越後ナイスバッティングですさあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ましたリプレイをご覧ください。右バッターボックスは6番小島今日4度目のバッターボックス第9球投げた打ちました初球打ちしかしこれは打球に伸びがないファールボール1球目ファールから投げたスライダーボール第3球を投げた見送ってボール次が4球目投げました空振り第5球投げましたチェンジアップはボール投げましたストレート空振り三振右バッターボックスには熊谷これが4度目のバッターボックス第9球初球空振り第2球投げましたこれもしかし空振りこれで追い込みました
第3球を投げました。ボール。投げた。打った。痛烈な当たり。一、二塁間破った。中継。一塁送球。熊谷、いいバッティングを見せました。京都ピンチを迎えます。先ほどのプレーです。さあ、この勝負でゲームの流れを引き寄せるか。京都外野は浅めの守備を取ります。第1球。第2球。投げた。まっすぐ空振り。第3球。打った。ボテボテの当たりはショートゴロ。アウト。スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。中崎、見事に流れを断ち切りました。さあ、試合終了まで何が起こるか分かりません。京都、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番澤田。今日はここまで3打数1安打。投げた。さあ、次の投球。投げた。ボール。第3球を投げた。空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げました。打ちました。いい当たり。抜けた。澤田、ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは4番藤本。今日はここまで3打数2安打。初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。サードボールを掴んだ。アウト。さあ、得点圏にランナーを進めました。京都勝ち越しのチャンスを迎えます。第1球。第2球。投げました。打ったい当たりだ。2塁ランナー3塁へ。破っていった。レフトバックホーム。長谷川、いいバッティングを見せました。京都なおもチャンスが続きます。リプレイをご覧ください。さあ、チャンスが広がって、服部、京都一打勝ち越しのチャンス。投げました。ボール。第2球。投げました。ツーシームはボール。第3球。外れた。ボール。第4球を投げました。ストライク。投げた。ストライク。第6球を投げた。打ちました。3塁ランナーホームに帰ってくる。破った。中継。京都ここで勝ち越しました。京都貴重な1点が入りました。3対2。服部タイムリーヒット。京都なおもチャンスが続いています。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、奥井。第9球。ボール。まずは高め。第2球。カットボールはボール。内角高め。第3球を投げた。インコース引っ張った。ライトの右。ライトバックヒット。長谷川三塁回った。中継。京都リードを2点に広げます。奥井タイムリーツーベースヒット。京都なおもチャンスが続きます。先ほどのプレーです。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、清水。第9球。投げた。打ちました。ぐーっと伸びて左に切れていきました。ファー。第2球。投げた。打った。痛烈な当たり。抜けた。レフトバックホーム。三塁ランナーホームイン。京都さらに1点追加。清水タイムリー。京都なおもチャンスが続いています。さあ、リプレイです。バッターはピッチャー中崎。第1球。投げました。打った。打球はファースト左。あっと抜けた。京都さらに1点追加。清水一気に3塁へ。中崎タイムリーヒット。京都なおもチャンスが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日は安打を放っています。バッターの金本。第9球。投げました。チェンジアップ見送ってストライク。第2球。打った。ファール。追い込んでから投げました。1球外した。ボール。
第4球を投げました。低めの変化球ボール。次は5球目投げました。ボール。第6球を投げた。打ちました。三塁ランナーはホームへ。抜けた。中継。京都さらに1点追加。7対2。セカンドから一塁送球。金本タイムリー。京都なおもチャンスが続いています。今日元気のない三谷。第2球投げた。またも空振り。バッター追い込まれました。第3球ボール。アウトコース低め。第4球を投げた。見送ってボール。次は5球目打ちました。アルモン。十分ご注意ください。第6球を投げた。打ちました。いい当たり。抜けた。二塁ランナー三塁へ向かう。センターバックホーム。三谷ナイスバッティングです。初安打。ワンアウト満塁となりまして、澤田第1球初球ツーシーム空振り。第2球投げた。チェンジアップはボール。第3球ストレートはボール。次が4球目投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。左中間へのフライですが掴みました。ホームラン。これで2アウト。ランナーはフルベース変わりません。ここまで2安打の藤本。第1球低めボール。第2球投げました。ストライク。同期は3球目投げました。ボール。第4球を投げました。打った。ボールにご注意ください。次は5球目ボール。さあラストボール。ランナー一斉にスタート。打ったいい当たりだ。ボールはレフトへ飛んでいきました。取りました。これで3アウト。8回の裏が終わりまして7対2、京都5点勝ち越しです。さあいよいよ最終回。先頭バッターはピッチャー畑中。投げました。打ちました。三谷ボールを掴んだ。一塁送球。判定はセーフ。記録はヒット。打順は1番に帰って飛田。第1球投げた。初球打ちました。これは打たされてファーストフライ。パッとり取りました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。左バッターボックスには鳴る。今日はここまで4打数1安打。ボール。投げた。打ちました。一、二塁間への当たり。パッとり取った。ファーストから二塁送球。二塁セーフセーフセーフ。ピンチを広げてしまいました。チャンスをものにできるか。第1球投げた。決まった。ストライク。第2球ボール。投球はこれから3球目ボール。投げた。外れた。ボール。第5球投げた。打ちました。さあ6球目投げました。内角ボール球打った。レフト前進してくる。ヒット。レフトバックホーム。坂本いいバッティングを見せました。京都なおもピンチが続きます。今日元気のない高橋。第2球投げました。打った。これは内野フライ。取りました。あと1人。今日3安打猛打賞の越後。第1球初球打った。フラフラッと上がった。ハットリーバック掴みました。試合終了。京都見事勝利です。ご覧いただきましたように本日の試合は京都